なんか埼玉で大人気の無料バーベキュー場が騒音やゴミ問題に頭を悩ませていたみたいなんだけど、有料化にしたら目に見える効果があったみたい。では無料バーベキュー場を有料化にしたらどうなったのか、次のツイートより内容を見てみて。自転車少年深夜くん、やはり無料で来る客はクソなんだな。わら、有料化した方がいいな。すごくない？無料から有料にしただけで迷惑な客がいなくなるって。所詮迷惑な客はお金をケチるような人たちってことなんだろうね。ネットでは有料にして整備費とした方がいいだろ。これマネーない人はマナーがない。基本的に有料化歓迎だわ。金払えば何してもいいってことではないが、金を払わないやつはクソ客な割合が高い気がするので、有料化した方が全然マナーがいい。納得です。無料だと無法地帯になりがちです。バカが退去するキャンプ場は全部有料化すればいい。無料だから行くという人と有料でも行くという人には大きな差があるんだよな。公衆トイレも有料がいい。無料だとぐちゃぐちゃに汚す輩が絶えないので。ただイコール無法地帯、有料イコール安全地帯ってことね。経済的レベルと倫理レベルはある程度は比例する。夜中のドンキに集ってそうなテンプレを引くだけで違うのだろう。無料だからこそマナーは守るべき。無料で使わせてもらってることへの感謝を忘れずにいたいなどと様々な声が上がってるみたい。ただイコール無法地帯、有料イコール安全地帯ってすごく説得力のある声だね。でも最近ってバーベキューの他にもソロキャンプなんかが流行ってるでしょ。流行ることで客も増えるけれど、その一方でゴミを当たり前に放置したりマナーを守らない迷惑な客も増えてるようだからね。おそらくこの調子では全てのキャンプ場やバーベキュー場が有料になるかもしれないね。有料化になることで利用料を惜しむような迷惑な客がこの世からいなくならない限り、金輪際無料なんてなくなるのかもしれないね。なんだか悲しいけれど仕方がないのかもしれない。だって迷惑な客のせいで一般の利用客が不快な思いをすることで客離れにつながり、結果的に公共施設が潰れかねないからね。みんなで楽しく気持ちよく公共施設を利用するためには、有料化は仕方がないことだと思う。